こんにちは。本日はですね、商品の紹介なんですけども、はいはい、すでに発売中の商品が若干ちょっと仕様変更がございましたので、はい、どういった仕様変更ですか？はい、まあ、もうこれあの遠目で見てもですね、分かられる方多いかと思うんですけれども、はい、ステアリングダウンスペーサー、はい、当社でいきますと、まあ、スイフト系、あとアルト系ですね、はい、こちらで、まあ、商品出させていただいておりますけれども、ちょっと見ていただきますと、はい、今までに販売してました、商品がこちらになります、はいはい、で、新製品が、まあ、こちらになります、はいはい、なんか違いが、ね、はい、あれって思うんですけども、はいはい、ここになんと、はい、見えますか、はい、あの SWK というですね、はいはい、ロゴが入りました、ね、最近、はいはい、でまたちょっとあのこちらのロゴなしのタイプも在庫がございますので、ちょっとまあ状況によって変わっていくんですけれども、はい、これですね、実際に、商品をつけた時にですね、はい、まあ、このロゴが見える、はい、で逆側にすると見えないという形になりますので、はい、まあ、これはまあつける時にちょっと向きを選んでいただきたいんですけども、まあ、ステアリングダウンスペーサーの取り付けの目的といたしましては、特にまあこのお客様も実際そうなんですが、これが当社の、マルチアダプターをつけていただいてますね。でシートポジションが下がってまして、はい、でまあ、私ちょっと身長が高いっていうのがあるので、はい、意外とこれでちょうど良かったりするんですけども、はい、まあ、実際ちょっとこうポジションがもっと低いと考えると、ステアリングやっぱりちょっとこう上の方にあるような感じになりますね、はい、でまあ、ちなみにもうこれ今多分お客様も高いと感じられていっぱいいっぱい下げられてるんですけれども、はい、さらにこのステアリングが、まあ、あの桃のステアリング交換されてますけど、はい、まあ、よりですね、はい、手前に来ると余計に高く感じるっていうのがありますので、ここでステアリングの位置を下げてあげる、まあ、自分にとってのベストポジションに持ってこれるというのが、はい、そうなんですね、このダウンスペーサーという商品でございます、はい、でちなみにですね、あのこの商品に取り付けをすると、はい、まあ、単純にここの一番下まで下がるっていう位置が、まあ、やっぱ加減が下がるだというふうに思われる方いらっしゃるんですけども、はい、これですね、あの可動域っていうのは変わらないんですね、はいはい、ですから、まあ、純正でいくと、まあ、ここからここまでなんですね、はい、この動き幅なんですけども、はい、この可動域は変わらず全体的に下がります、はい、ですから、まあ、20ミリ分ぐらいですかね、はい、こちらがぐっと下がるんですけども、可動域ごと下がりますので、はい、当然いっぱいいっぱい上に来るこの位置っていうのもちょっと下がるというとです、ね、はい、ここから下までっていうような形になります。じゃあ実際につけてどんな感じになるのか、はい、こちらまた後ほどでは、はいはい、ご覧いただきたいと思います。はい、はい、はいはい、取り付けが終わりました。はい、ちょっとあの非常にさりげない話で申し訳ないんですけど、はい、長田ちゃん、ここから覗いていただいていいですか？はい、ですね、これです、ですね、はい、ここです。こちらですね。はい、こんな感じです。まあのカメラでは映しづらい状況ですけど見える角度から見ていただくと SWK というロゴが見えます。はい、ぜひ、ちょっとしばらくまだあの商品の入れ替わりがありますけれども、はい、このロゴありの場合はですね、ちょっと表側に SWK が来るようにお方つけていただいて、はい、で時々当社を思い出していただければ幸いです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。